に電波をくれよ。この番組はスマイル本舗の提供でお送りします。はい、どうもこんばんは。22時になりました。5月に入りまして、今そこ放送局相変わらず、のんきにやっておりますが、今月も一つよろしくお願いしたいなと思っております。今月はなんと5週まである月なんですね。ということは最終週はお休みということになりますけども、まあ、5月もまたいろいろ楽しい話がございますので、お付き合いいただければと思っております。それでは始めましょう。ここって春菊の今そこ放送局。はい、根底春菊でございます。これから、1時間の間お付き合いのほどよろしくお願いをしたいなと思っておりますけども、まずはとりあえず毎回の恒例行事でございます、乾杯の儀に移りたいと思っております。ご発声は根底春菊さんにお願いします。どうぞ。 ありがとうございます。いやー、ひょっと、まあ、とりあえずね、先週もお話ししましたけども、いろいろございまして、通夜告別式も無事に済みましてですね、もう本当に済みまして、その次の日からまた動き回ってるので、まあね、おやおやって方もいらっしゃると思いますけども、まあ、それはそれで、いろいろとありがたいもんで、いろんな予定を縫って縫って縫って、こう予定が作られるように、まあ、いなくなってくれたということでございますから、もう感謝しかないわけでございますけどもね。まあ、とりあえずあれから1週間経ちまして、なんか昨日ですか、なんか東京すごかったんですね、雷がね。なんか聞いたらもう、あの子供も学校で、そのちょうど昼休みぐらいの時あたりで、まあ、ちょっと小雨降って、校庭にも子供いるところだったらしいんですけども、一応全員校内退避ということで、まあ、校内行ったっていうのはプレハブ校舎ですからね。あんなものも直撃食らったらもうそれまでっちゃ話それまでなんですけども、まあ、小学生ですから大会もいろんな嘘をつくので、その子供もなんかその川岸の向こう側のベンチに雷が落ちたとかっていうのを真に受けて帰ってきましたよね。そんなわけはないわけでございますけども、まあでも随分と、ね、1時間で8回東京落ちたってましたから、もうよっぽどすごかったんじゃないかなと思います。私も実は雷はね、ちょこっとだけで、まあ、雨の洗礼は受けたんですが、一体どんなところで受けたかっていうと、またこれはまた、違う話になりますのでね、これからおゆいとお話しさせていただければなと、思うわけでございますけども、まあ、とりあえずは、まあ、先週はもう木金と、チュネージの通夜告別式、大変に多くの方に運んでいただきましてありがとうございました。こちらの社長さんはじめ、オペレーターさんはじめ、いろんな方も来ていただいたりなんかしておりましてね、お別れしていただきましたんで、ありがたいもんだなと思っておりますが、告別式の時なんですけども、始まる前になんかもう通夜が終わってみんなほっとしてるんですかね、家をバックに記念撮影とか、なんかわけわかんない、そのなんか不思議なことしてましたね、なんかね。一応このままもうだってあれだよ、もうおあの燃やされちゃうんだからさ、顔写真撮っとけばとかね、なんかいろんな不思議なことになってましたら、もううちの子供がスノー使っちゃダメだよ、使うわけないいろんなこと言ってましたけどもね。いや、それで一通り撮っといても面白かったかなと思うんですけども、まあでもその一応顔撮ったやつを一応ね、フォルダーっていうかな、入ってるので、思わぬところで急に出てきたりするんですよ、結構夜中とかに。ちょっとびっくりしたりなんかするんですけどもね、まあ、そんなこんなでございますけども、2日間ね、いろいろと、まあでもね、ありがたいもんで、もう本当に今回お任せお任せでやっておりましたんで、別に対して我々が何かするってこともなくね、お辞儀して順番待ってね、こうやってやってるだけでもう済んじゃうというのはありがたいもんだなと思いましたけども、まあ、そんなこんなでね、とりあえずその終わった次の日からの29、30、それから5月1日と昨日まで3日間、バタバタ動いておりまして、というのも、まあ、日程的に一応まあいろいろ調べてはあったんですけども、もう告別式の次の日29日が、私独演会と日がもう決まってたもんでございますから、
そこでとりあえず独演会をやらせていただきまして、西新井の氷川さんですね、氷川神社でもって、やらせていただきまして、まあそれもまあお客さんたくさんお呼びいただきまして、またいろいろ珍しいお話も、かけさせていただいて、まあありがたいという感じだったんでございますけど、とりあえずまあ一応まあ最近は会はやるべきことは勉強になることはやっぱり やらないといけないと、お客さんのサービスだけでなくちょっと難しい話でもちょっとやっといて、その間一番最後にドンとちゃんとしっかり笑わせるという感じで構成になって、やらせていただきましたけどもね、九州吹き戻しという話、まあ、ちょっとその前もって話の前段の話から含めていろいろとなので、まあ最初の前半だけでも丸々1時間ちょっと喋っちゃったんですけども、まあでもうーん珍しいお話だったんで、これを機会に初めて聞いた方も随分といらっしゃると思いましたんで、ありがたい限りでございます。それから今回はね、お客様でね、今もうオフナットとかでもお世話になってます、歌手のねシャイさんもご夫婦と一緒に来てくださいまして、もう面白いですね、やっぱりね、普段こう人に見せる人が客席で見てる感じっていうのは、なんか見る顔を見るっていうのはなんかちょっと面白いところで、すごくもう目を皿のようにしてね、こっちのやってる落語を見たり聞いたりしてくださっていたのが良かったなと思います。でも、まあ、終わった後も打ち上げもちょっと1次会2次会と参加していただきまして、まあいろんな話もするし、まあまあそのいい感じで、もうあれね、私なんかよりも7つぐらい年上ですから、もうそろそろ手が大台に届くというところですから、やっぱり夜になるとちょっとこう酔いが回ってくる感じがちょっと面白かったですね。奥様がとっても面白い方で、酔っ払った写真、もう飲んじゃダメよとか言って結構怒ったりなんかするのが、ちょっとなかなかステージにいる方とまたちょっと雰囲気が違う感じがまた楽しめて、それも楽しかったなと思いますが、まあ、その中でいろいろ話をしている中で、なんか結構いろんな話をしてた時に、昔何やってたのみたいな話になった時に、こうやってたら共通の友人がいることが、これが分かりまして、共通の友人というか、まあ、私は元のバンドのメンバーなんですけども、バンドのメンバーだったんですが、まあ、一応録音のオペレーターみたいなこともお仕事でしてた彼なんですが、まあ、その後その、オーディションに受かり、ドリカムのデビューツアーメンバーに入れてもらったという佐々木康彦っていうのがいるんですけど、彼が、シャイさんが実はその、一応メジャー契約がなかった頃のそのレコーディングをしてインディーズで出す出さないという時に立ち会ったのが彼だったんですね。我々ヤスと昔から呼んでて、もう本当に僕は10代の頃からの友達なんですけども、八戸出身っていうか、八戸っていうか三沢なのかな、三沢出身の子で、今でも彼の知り合いが八戸にいて、そのプリンスさんと一緒に飲んだりなんかしたりするぐらいの関係性で、今日も実はちょっとメールしていましたら、シャイさん知ってるよなんて話になって、今度7月に、このうちの会にゲストで来るので、もしよかったら、来ませんかっていうお誘いのね、また話をしたんで、ちょっとまた今度、懐かしいちょっと会話ができそうなのかなと思って楽しみにしたりなんかしているんですけども、まあそれでまあその日もまあでもちょっと早めに打ち上げをね、二次会で結構いっぱい飲んだんですけど、早めに切り上げまして、早めったってまあ知れてますけども、まあ世の中が動いてるぐらいの時間に切り上げまして、次の日にちょっとね、行かなきゃいけないところが、行かなきゃいけないっていうか、まあ楽しみに行ったところなんでございますが、茨城県の、笠間という駅があって、笠間稲荷といってね、大変に初詣の時なんかに人がいっぱいで、もう途中でもって諦めてもう車 U ターンして帰っちゃうような人がいるぐらい混んでる、そこの一つの駅に稲田っていう駅があるんですけども、そこに磯倉酒造というね酒蔵がありまして、その酒蔵が今年でね10回目の、新酒が上がって、新酒を祝う会という会があって、ずっと毎年それがですね、まあ音楽好きなんですよ、ちょっとね大将がカンタさんって言うんですけど、滑覆が良くて、ちょっとこう原田芳雄みたいな感じのちょっと渋い声で、サビ声って言うんですかね、歌を歌われたりする彼のところにいろんな人が、まあ、ゲストで、出ているんですが、まあ、その朝の10時の乾杯、ね、何時の乾杯っていうのがいくつもあるんですけども、その中で、一応その、3時の乾杯っていうのを引き受け
けたのが実は浜雄介さんで、浜雄介がそこに出るというんで、じゃあというんで東京から、応援に行こうと、まあそのいつものね一緒にやってるパーマネンツもいるんですけど、もう飲んでますから皆さん、お前はカラオケで歌えっていうことで浜さんはバンドでやってもらえないというちょっとかわいそうな状況なんですけど、まあその浜さんの、そこと歌と記念写真と、もう一クラス2000人なんです、延べ人数がね、参加人数が、まあまあそれでもって、でちょっと今回はすごくなんか、まあ酒蔵ですから何しろ朝から乾杯から持ち込み禁止で乾杯から日本酒しかないわけですから、それはどうなるかっていうと、もう押して知るべし、皆さんベロベロに酔っ払ったりするし、昼間みんないろいろあらゆるところで人が寝てたりとか あったりする。去年はそのちょっとこう警察沙汰に近いようなことが起きたりなんかしたこともあったそうなんで、今年はもうぜひぜひきれいにお酒を飲んでくれっていうアピールをものすごいいっぱい、そうしないと来年ができなくなっちゃうよということで、入場制限、入場制限だって2000人ですから、2000人で切るっていう入場制限ですから、まあまあ全然すごいんですけども、まあそれでもそんな中で浜さんのステージもまあちょっと拝見させていただいたんですが、もう浜さんこれで3年か4年続けていってるんですね。だからもう笠間の人たちの会に来るお客さんたちにはもうおなじみのおなじみで、もうみんながもう浜コール、もうあんな熱い浜さんのファンを見たの初めてっていうぐらいにもうめちゃめちゃ盛り上がって、でその2000人、まあ2000人かどうかね、まあ、その500人ぐらいはまあちょっと見てる中で、こっちの方じゃクラブみたいに踊り DJ が行って踊りやってるコーナーもあれば、我々の先輩のね、落語家さんが落語寄せやってるなんてのもあったんですが、そこで、まあ、浜さんが歌ってる間もうね、みんながもう声援持ってみんながもう待ち構えてるっていうところ でさらにそのみんなが待ち構えてる一番後ろのところに4人組がですね、箸に千円札を差しまして、こうぜよ こっち来いこっち来いってずっと呼んでるなんという、そんな、状況もありながら、どんなことになるのかなと思いながら、見てましたけど、まあこれはこれはもう本当に盛り上がってましたね。一番きっとあの日の中で平和に盛り上がったのはあの場面なんじゃないかなと思いました。で、まあ、大体30分ぐらいやっていく中に、ここにガザッと溜まっちゃう、もうあの鈴本と同じです、ガザッと溜まっちゃう、袋に受け溜まっちゃう受け溜まっちゃう受けしたのをですね、終わった後パーマネンスのドラマの宮田君とかも乱暴ですから、もう「おい数えようこぜ」って言って、地べたにいけないその金入った袋を開けましてですね、そこでみんなでもって勘定しましたら、なんと、私が鈴本で浜さん来ていただいた時の、時が過去最高記録で5万3000円という記録があったんでございますが、優にそれを超えて入ってましたから、でさらにもう一回違う時に出てた時にまたもらってましたから ね、 それね、ということはもうねかなり長くいったんで、はっきり言うとまた本当に税務署来るといけないんで言えませんけど、がっつりの額でいただいて、で浜さんは前々から師匠いっぺんに沖縄に連れてってください、一緒に行きたいですって言うから、じゃあその中からじゃあいくらかよこしなさいって言って、私がそのむしり取りまして、今自分の銀行口座入れちゃいましたから、もうね、秋口に行く私が沖縄ツアーに、帯同してもらうということで、まあ、浜さんも知り合いが結構沖縄にもいるみたいなんで、それも楽しみですし、またその、感じですね、あの感じをまたちょっと向こうで楽しんでもらえればなというところでございますのでね、ちょっとぜひ石垣島の皆さん、竹富島の皆さん、それから沖縄本島の皆さん、浜雄介の到着をあと半年ぐらいありますけども、ぜひぜひお待ちいただけたらいいんじゃないかなと思っております。もう本当に楽しかったです。でまあその後、まあ、実は皆さんの楽屋控え室みたいなところに私も入れていただいて、まあ、そこでまたずっと飲んでたんですけども、そしたらですね、一番最後の最後はまあ地元のバンドが出たんですが、その取り前が、パーマネンツが演奏するって、ね、じゃあ行きましょうと、さっき浜さん3時の乾杯やったら今度、7時の乾杯か6時の乾杯か6時の乾杯で、パーマネンツのライブになりましたら、まあまあ何しろ11時から空いてるんですから、11時から空いてずっと飲んでる夜の6時ですからね、これね、
もうそれはもうこうなってうちにさらにパーマネンツが盛り上げるのがうまいもんですから、まあ、ちょっとしたあのフェスの客席状態でもうちょっと女の子は危険かなっていうぐらいのこの右往左往ぶりで、まあ、またこれまた茨城の子出しは、まあ、あのねあのなんですかやんちゃな子もいるので、そのうわーってなってるところに飛び込んでくるような、子たちもいたりなんかしてね、大騒ぎだったんですけど、まあ、まあまあ、リアルに目の前で喧嘩になりそうになったりしてましたけども、まあね、まあ、それだともうすごいカカッとみんなが取り押さえたりなんかしてうまくなってましたが、でも面白いもんね、本当後ろから来るやつはもう本当にもう合気道の受け流して前に突っ込んで、前から来るやつはシャーッと後ろに飛ばして、こちらはもう何の被害もなく楽しんでましたけど、まあ盛り上がってましたね。やっぱりそのユニットとしてはもう今回は本当にボーカルがギター弾いて、でベースとドラムと、それからサックスと、その4ピースのバンドですが、まあかっこよかったですね。本当にあのなんだろう、ベースのあのベースラインみたいなものをサックスとほぼベースがずっと追っかけながら、歌が入ったという、まあ、そのタコさんっていうんですけども、まあ、そのやっぱり彼のやっぱり浜祐介のオリジナル曲も全部作ってる人なんですけども、そのなんかあれですね、やっぱりそのメロディーメーカーなんだなと、そういう歌謡曲っぽいそういう曲がすごく楽しい曲がいっぱいあったりなんかにして、あとそれから浜なんだい、そのゴールデン街モテ男と同じコードのホンキートンクなんとかっていう曲を、組み合わせて磯倉の社長と、その浜さんが交互に違う歌で歌い合うとか、そんなステージもあったりとか、あとそこに他にもまた飛び入りの子が来たりなんかして、そんな中にこの子たち何やんだろうなっていう地味なちっちゃい女の子2人いたんですね。でなんかはいはいなんつって全然ほぼ口も聞かないで、なんかこうちっちゃくしてた子たちがこうなんか急に途中からこう化粧をわーってし始めたなと思ったら、パッて見たらこんな長いつけまつげつけ始めたんですよ。これ何してんだろうと思ってスーッと行きましたら、バックダンサーだったんですよ。これがねちょっとバーレスクっていうか、ああいうその、キャバレー踊りみたいなのをその芸にしてるんですね。でまあ僕もそういう人たち知り合いいますけども、2人でね本当に地味をさらに下回るクソ地味な女の子たちがもう本当にはっちゃけて踊ってるのがね、やっぱりその面白いですね。プロっていうのを何とか知らないけど、その変身っぷりがやっぱり全体を変身してやって、また化粧がうまいんですよ。これがそんな大したことないんですよ、見てると。これがねそこそこ可愛く見えちゃうっていうのがちょっとまたこれが、面白かったりなんかしまして、まあそんなこんなではやってましたけども、まあ最後帰りね電車で帰ってきましたけども、まあ駅ではほぼ歩けなそうな男の子がいて、なんつうの、電車もそのエスカレーターとかあるような駅じゃないんですね。で女の子と2人でいるんだけど、元の子がもう意識がないぐらい酔っ払ってるんで、階段を長いの登って長いの降りていかなきゃいけないんで、絶対向こうのホームに行けないんですよ、間違いなく。だからこれどうしちゃったんだろうな、電車なくなるなんて言ってましたけども、ちょっとねそれは後からずいぶん心配だったんですけども、どんなもんだかちょっと分かりませんけども、まあその今回はでもとりあえずうまくいったそうで、間違いもなかったそうで、警察沙汰も消防沙汰も、喧嘩沙汰もなかったということなんで、うまくいったということで、いろいろ動画も配信されておりますので、よかったら、磯倉酒造で調べていただくといろいろ出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、そんなところにちょっと一曲聴いていただきましょうかね。ここんて春菊じゃなくて今そこ演芸団のテーマでございます。どうぞ。だったよ大事な時に何するべきか
に今すぐそこに今すぐそこに届けたい心あの日あの時の気持ちを何もできなかった日々をたい思い今すぐそこに今すぐそこに今すぐそこに届けたい届けたい本舗の提供でお送りします。はい、どうも聞いていただきましてありがとうございます。それでは、またメールをいただいておりますので、読ませていただければなと思っておりますと、市長こんばんは、デニコです。うちの店はずっと休み、時給で働いてるから今月は厳しいな。世の中ゴールデンウィークだけどお金もないからどこにも行きません、わらわらわらと。さて、あまりにも魚の目が痛いので駅前の皮膚科へ行きました。診察は1分ぐらい、スピールなんちゃらをあげるからと、それで取れなかったら削りますと、スピールなんちゃらを貼るなら魚の目コロリと一緒じゃんと思いながら帰ってきました。バスに乗ってわざわざ駅前まで出たのになんか気が抜けちゃいました。ちゃんと貼ってますよ。足の裏を歩くからずれちゃうんですよね。たかが魚の目されど魚の目しぶとい。それではまたバイチャと。なるほどね。えゴールデンウィーク中、まあまあもうね始まっているわけですもんね。まあ、昨日今日と実はまあ平日ですが、長い人はもう9連休ということでございますからね。え、そうか、ずっとお休みのところもあるんですね、そうやってね。そうかそうか、大変でございます。東京ともずいぶん車も空いてたりなんかしてますからね、今動きやすかったりなんかしてますけどもね。でもこれ大変ですね、魚の目ね。実はうちも実家が金網屋なので、これはやっぱりいわゆる金網の切りくずとかがもうめちゃめちゃ子供の頃から踏むんですよ。それもう裸足で歩いて作業場とか裸足で横切ったりなんか普通にしてるので、あたっとか言ってあったりなんかするんですが、あたっつって分かるやつもいいけど分かんないで踏んでるやつもあるので、そういうのがまあいずれ魚の目になるんですね、これがね。私も未だにね、前昔子供の時はね足の親指にもあったしね、足の真ん中辺にまでひっくつもあったんですが、今左の小指の根元に一箇所なんかその名残みたいなのがまだ上がって、もう硬くはないんです、全然硬くもないし何も出てこないんですけど、元魚の目があったようなその不思議な感触になってる場所があったりなんかしまして、これは大変ですね。これ特に魚の目っていうのはこれ足の裏ってのはやっぱりね、その立ち癖もあるでしょうけど、いろいろその反応もあると思うので、なかなかお仕事されてる方には大変でしょうけども、やっぱりこれでもやっぱり違うんですかね、魚の目コロリとは。医者でくれるぐらいですから、昔は本当にこの真ん中にねこう丸くなって開いてる絆創膏みたいなやつの中に丸いのついてるのってのありまして、あれで聞いた試しはないですけどね、別にね、試しはないですけども、でもなんか僕もだからなんかね、なんだっけね、こう爪切りでこう硬いところのこう芯までこう狙ってこう掘り込むみたいにしてやってまして、だんだんそれでなんか邪魔じゃなくなるぐらいのところに来たかななんというね、そんなになって今は別にその何か困ることもないんですけども、それでもまあまあまあ昔ほどじゃないけど今でもたまに踏みますからね、針金とかたまに
これもまたあの鋭いんだか鋭くないんだか分かんないやつが、まあ、昔ほど落ちてないんですけど、昔は本当に当たり前のように落ちてましたから、うちの中に。もうそれに比べればまあ全然と OK なんでございますけども、まあ、そんな、魚の目、ね、早く治るといいですねこれね、まあ、でも魚の目、まあ、場所によりますよ、かかとなのか、それこそね土場だったらまだいいかもしれないけど、痛いところにいるのは一番困ると思いますね。本当に仕事にも差し支えちゃうんじゃないかと思いますので、まあ、ぜひぜひお気をつけてお過ごしいただければなと。ゴールデンウィークの間はじゃあぜひ立たずに座ったままお過ごしください。もういざいざってね、スケボーかなんか置いてこう上でこうって移動しながら、すればいいんじゃないかななんて思ったりなんかするわけでございますけれども、まあでもね、その磯倉酒造に行ってきましたけども、その磯倉酒造に行ったその次の日、なんとなんとなんと、まあその日次の日おとなしくしてりゃいいものの、おとなしくしておりませんで、まあそのなんですね、まあ、東北に行くようになってからの絡みができていろいろある中に、一つこの黒船ね、さんまだしラーメン黒船という絡みがある。でありその中から、音楽系の絡みとラーメン屋の絡みというのが、出てまいりまして、そのパーマネンツのドラマーでもある宮田くんと、で宮田くんのお友達の、千代田くんという、英二くんって呼んでますけどもね、宮田くん英二くんって僕は呼んでますけど、年下なんで、もう全然僕よりでっかいんですよ。185円の2人、こんなでっかい2人なんですけど、まあまあ、あの一応年長者なので敬ってくれて、もうちょっとでも年長じゃないやつ見つけると本当ひどい目になってますから、みんな本当にね大変だなと思いますが、あのそんな彼らの応援に、途中で車で浜雄介を拾い、松本まで行ってまいりました。でその時にですね、その雨と雷があったのはちょうどね、あの松本南ってところに、なんかその街道筋にそのモールのようなものがいっぱいあるんですよ。イオンもあれば、ヨーカドーだからセブン&アイとか、もういろんなものがあるので、だからあの紛らわしいからなのか分かりませんが、あの普通イオンっていうのはでっかい看板があって、なんとかなんとかイオンまであと3キロとか、下手すりゃ豆腐なんかなんとかイオンまであと20キロとか、そんな問いたい数も絶対出したりするのに、一切の看板がないんですよ。うちもだからそのナビで行ったんですけど、全然ナビも連れてくんないぐらいな不思議なとこでしたけどもね。でもちょうど行きかけたら、もう行く前ぐらいかな、高速の途中からものすごい雨が降り出して、でもういざ着くよって頃になった時に、車からこれ表に置いといたら間違いなく濡れちゃうんで、じゃあ屋内駐車場に行こうって屋内駐車場に行って、降りた瞬間にもうこの5月でかなり温度が冷えてまして、まあ寒い中を、行ってまいりました。今回は信越、だからいわゆる信濃と新潟ですね、信越麺、ラーメンの麺っていうか、その漢字の麺ですね、麺戦記戦う印で、信越麺戦記という、もうね、もうでも10年ぐらいやってるイベントなんですかね。そこにその今回、東京から、パイ麺、100に麺と書いてパイ麺っていうところと、それから高円寺のジャグラという、この2軒が、合同協力して1軒の店を出すということで、その応援に行ってまいりまして、またね面白いもんで、そのなんでしょうね、いわゆるドトンコツっていう、本人たち言ってます、本当豚骨のがっつりしたやつに、なんかちょっとまた他の味を加えて、ちょっと辛くして、辛味噌っぽくしてるラーメンでしたけど、美味しくて、でさらに大船渡にブルーコーンっていうね、武田君って、まあ、これも、僕が何度も話して音楽の大好きな家なんですけど、彼が、応援に来てまして、トッピングです、トッピング、ラーメンが800円のところ、トッピング2つすると1000円プラスになるという、ラーメンより高いトッピングなんですが、オラオラトッピングっていう、なんか言ってましたけど、そこに、牡蠣とホタテと焼いたの、牡蠣の蒸したのとホタテの焼いたのを乗っけてもらいまして、まあ、ありがたいことに、東京からわざわざ行ったということで、我々、牡蠣とホタテはごちそうということでね、ごちそうになっちゃいましたけども、まあ、それで、いただいてきましたけども、本当に
ラーメン食べ行くためだけにいくら使ってんだっていう話なんですけどね。もう着いたのがもう12時半過ぎだったんで、これ早く帰らないと夜になっちゃうよって話で、5時ぐらいに投票帰ってきましたけどね。でもまあそういうなんですか、まあなんかね、やっぱりそのせっかくで、その面白かったのは、そのパーマネンツもその前の日にその笠間にいましたから、でそのラーメンの話も一緒くんでしょなんつっても全然うんうんなんてこう、あえてこう気のない返事だけして、いつもだったら行くとか行かないとかはっきりのに、うん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 って言っといて、あえて行ったもんですから、もう向こうもすごい驚いて、まあ驚かすにはもうこれがじゃなきゃいけないんですけども、というのはもう我々の仲間にはおしゃべりゆうすけがいるので、やつが何でもしゃべっちゃうんですよ。やつが、あ、そういえば師匠が今度行ってくれるって言ってましたとか余計なこと、今回はもう本当にもう内緒ということで、行かな言わないようにしておりましたんで、だから本人が行ったのも驚くし、我々行ったのも驚くしということで、まあ、いいサプライズになったなと思ってね、よかったと思ってる次第でございますが、でもまあなんかね、すごい本当にもね、前の日茨城行って、東京からまたグルなんで、なんかもうね、関東一回りみたいな。でさらに一個だから、東北道から北関東道路っていうね、新しく来た道路、そこ行って関越にちょっと入って、そこからまた北関東道路の違う道路行って、さらに、長野自動車道入るって、もうすごいですね。全然ナビっていうか、なんだよ、ETC カードの値段見てませんけど、あと怖いです、請求額がちょっとね、恐ろしくなるような感じでございますが、どんなもんになっちゃうか分かりませんけども、とりあえずまあ応援に行こうということで、まあありがたいというか、まあそのいいなとですね、そういうなんか友達関係を応援に行けるその感じが、まあ偶然またみんなもそこに揃って、我々も行けたということで、よかったなという感じでやらせてもらっておりましたけどもね、そんなこんなで、ぐるっと回って車いっぱい運転して、もう昨日一日もう打ち返って倒れてましたけど、まあそんなこんなでございますが、まあいろいろとね、そういうまあ普段自分のところじゃ出さないようなラーメンをね、また出してくれたりなんかするので、まあこれもちょっと、楽しみになるということでございますけども、もう一つメールいただきました。師匠こんばんは、と毎日あったかいですねと、土曜日は話の会お疲れ様でした。お客様にシャイさんがいらしてたので、興奮のあまり話を聞いてませんでした。聞きなさい、ちゃんとね。打ち上げにも参加、ますます興奮と。次は10月ですよ、と。10月ですよね、これね。もう行ってきたということでございますけども。まあ、実はこの方もね、一緒にもう、運転手代わりで手伝って出てきましたんで、運転手に早変わりして、特にライブを食べに行ってきましたよ、と書いてます。ライブがすごかったんですが、道中は、振られましたが大丈夫でしたということでございます。まあでもなんですね、やっぱり味が、やっぱりその地方のラーメンというのはまた、気合が入ってるそうです。本人たち言ってましたよ、フェスというかラーメンショーみたいな時はやっぱり倍ぐらい鶏で豚骨とかガラとか使っちゃうなんて言ってましたから、やっぱりそのかなり、うまく出来上がったんじゃないかなというところでございましたけどもね。もう5月ですよと、ね、夏まで手が届きそうと、皆さんゴールデン後半も楽しんでください。キャメロンは暇ドエースって書いてありますけれども、まあまあ休める時には体を休んでいただけるのが一番いいんじゃないかなと思います。まあそんな話をしてましたらね、浜さんがって言ってまた、なんか大体って大体なんかお願い事だったりするんですけど、ってなんだろうと思ったら、実はつって明日安田記念ホールですか、新宿の、そこでね、明日ね、なんですか、ブルースのね、フェスやるんですよ。ね、ちょっと待ってね、調べよう。ブルースナイト。そう、新宿ブルースナイトっていうのが、実は明日ね、開かれるんですけども、そこへ出るメンバーは、なかなか今回はすごいですね、安田生命ホールでやりますけども、鳥には、いろんな方が出ていただくんですが、今回は宇崎竜童さんが鳥でございます。弾き語りでやるそうなんですけども、まあね、
宇崎さんもなかなか実はギターがちょっと上手で、前に井上貴之さんと2人でねやってたのかっこよかったんだな。あのサクセスとかって曲があるんですけど、ジェネ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 ーンってやつでなんかやってましたけど、今回も1人でやるのはどうなのか分かりませんけども、出演メンバーが宇崎竜童さん、ヨージ&深澤剛、京子バンド、中山ラビ、安住恵子、これはゴールデン街ですね、根岸キー&ブルースロード、あとパーマネンツ、スペシャルゲストはドリアン助川さんということで、なんと司会が浜祐介ということでございますのでね、浜さんの応援方々、皆さんのライブを見にちょっと、行ってこようと思っておりますね。え、結構な出演者ですから、時間も長いでしょうしね、なんかねお酒飲むスペースもあったりなんかするというところなんで、どんなことになるかちょっと分かりませんけども、楽しみに、明日これ行かせていただこうと思っております。新宿ブルースナイト、今までもね本当に、原田芳雄さんでしょ、今まで出てた人ね、あとリリーとかね、高田渡る、みんな死んじゃった人ばっかりです死んでない人を探すのは、シーナ&ロケッツも出たことあるんですって。でもシーナ死んじゃったからこれね。生きてるのは三上寛さん、シャンシャン台風、渚陽子も死んじゃったっけこれね、相川誠さんは生きておりますね、はい、というような感じで、そんなことでやるところにまた明日行ってきます。4時開演で4時間、4時間で終わるかねこれね、終わんないんじゃないかなこれな。ちょっとなかなか盛り上がりそうなイベントでございますのでね、ちょっと行かせていただければなと思っております。実は、ね、ゴールデンウィーク僕ね仕事が一つすっ飛びましてっていうか、もうあの1週間ぐらい前になっても全然連絡がないので、あの広島のお寺さんだったんですけども、こっちから連絡しましたら、ああ実は気になったんですがすいません連絡しなくて、ちょっと体を壊しましてという連絡がありまして、体壊した時点で連絡しろって話なんですから本当に良かったチケットを買ってなくて、本当にもうね、それもほら買い替え引かないようなチケットなんか買った日にはもうね、ドブに捨てるみたいなもんですか、こんなもの。だからもうゴールデンウィークの、6、7、8と広島行って帰り大阪行って帰ってこようかなと思ってきたり、予定がなくなりまして、もうなくなって寂しいみたいなことを、あの私がフェイスブックに書いてましたら、よくここにも来てくれる今井さんが、じゃあバーベキューやりましょうって甘やかされてますね、なんか随分ね私が寂しいって言ったらバーベキューやってくれるんですってねえ、おじさんでも寂しがって見るもんですねということで5月6日はね越谷でバーベキューですよ。天気がいいといいなこの日な。ねえ、一回でもね、その今井さんってお宅でやった時は台風の時がありまして、まあこの方はまたすごい人なんで、台風の中自分家のあのテラスみたいなのがあって、そこでやるんですが、そこをねなんかもうブルーシートとガムテープとかでがっつり囲って無理やりやってましたけどね、もうなんかどんなことになるかちょっと分かりませんけども、まあ、このゴールデンウィークも大変なんですよこれ結構、で明日はそのブルースナイトに行って、4日の日はねあのちょっとまたあの子供たちが今、ね、うちの上の子が卒業してみんな中1になって、まあ、そのまた親と子供たちが集まってやる飲み会をどっかでまたしようっていう話になったんですが、すごいのを見つけてきた人がいまして、西口の方のあのビックリ屋のビルがあるんですが、そこにドマドマってのがあるんですけど、ドマドマにですね休日限定のコースがありまして、開店から閉店まで1人5000円払うと飲み放題でずっといて、閉店までいていいっていうコースを見つけた人がいましてですね、これ大丈夫なんですかねこんなことしててね、本当にちょっと分かりませんけども、まあでもまあまあ辛くなったら僕は先に1人で帰ってきちゃいますけども、まあそんな感じでいろいろとやってみたいなと思っておりますけどもね。まあでもまあこうして5月っていうのも大変な月で、今月もねいっぱいいろんなことあるんですよこれ。そう、まあ定例の寄せもまああります中、またちょっとチケットが取れたので竹原ピストルのライブにちょっと行ってこようかなと思っております。どんなライブになるかちょっとね分かりません。もうちょっとだんだん箱が今大きくなってきてますので、この間見に行ったライブの会場
のもう数倍あるようなところになってますから、暮れにはサンプラでやるっていう話ですから、ちょっとねすごいですね、この急成長ぶりがどんなもんなんでしょうかね。ちょっとまあでも箱が大きくなっちゃうとねちょっと寂しくなるんですけども、まあどんな会になりますかというちょっとお手並み拝見も含めて、弾き語りでやるのかな、きっとねバンドはでなくやると思います。まあ本当に面白いライブですか、ぜひ皆さんも機会あったらぜひ行ってください。本当にノリのいい曲なのに誰も拍手しないという、そういう一人で彼が歌ってるで、みんなこっちでちゃんと詩を聞いてるっていう、そういう独特のライブですから、なかなか面白いので、もうちょっと逆に箱が増えた分見やすくなってる可能性はありますんでね、見やすくというかチケット取れやすくなってる可能性はありますんで、一時のプレミアムほどのあれはなく取れたりするのかななんていうこともありながらでございますから、一体どんなことになるのかという感じではございますね。今月はねちょっとこれが一休み終わってゴールデンウィーク明けますと、毎年やっております、京成線のお花茶屋って駅である共栄中学というところにね、落語しに行ってきます。小学中学1、2、3年生向けの、いわゆる、まあ、課外授業というんですかね、落語を聞いてもらうという一次元を使ってやるというのもやってきますし、それから足立区ですから、鹿浜寄席なんてのも出ます。で浜作寄席もまた今月なんですね、いろいろとあります。で今月は実はその、ラジオで、23日の日なんですが、今月の最終回の日ですね、前も出ていただきました熊本の原田さんがちょうど東京にいらしているので、またゲストに出ていただきまして、なんか新たに NPO 法人を2つ立ち上げたということで、一体どんな活動をしているのかちょっと聞かせていただきたいなという、そんな、つもりでおりますね。はい、まあ本当これが終わりますとね、私ももう、モードが夏モードに入りますんで、夏モードは九州と東北ということなんですが、九州がほぼ今何もまだ決まってない状況なんで、どんなになっちゃうんでしょうねこれね、ちょっとね今ね心配で、まあちょっとやってくれそうなところに声かけたりなんかしながらいるんですが、約1週間ぐらいはいるので、まあ、何もなきゃ何もないで、ただ毎日飲んでりゃいいだけの話なんでいいんですけども、まあまあなんかいろいろと、まあ、そんなにね激しく前回みたいに1日3件やることはないと思うので、1日1件ぐらいずつのんびりと回れればいいなと思いますし、また福岡の方にもお邪魔させていただけるなんてことになればいいと思ってます。また東北がですね毎年してる学校がまだ何も行ってきません。はい、聞いたら連絡ください。とりあえず行かないなら行く、行くなら行くで予定を立てますので、行かなければとりあえず八戸まで登っていくツアーを、また古屋敷君と2人でやるようなことなんじゃないかなというつもりで、彼もそのつもりで体を開けてくれてると思いますのでね、やらせていただければなという気持ちでおります。はい、まあ、そんなことしますともう早いもんで、東北から帰ってきた次の日にもう西新井の、リキューアンさんね、お蕎麦屋さんでの寄席もありますし、その週の水曜日には、シャイさんが出る浜作寄席でございますね。ちょっとシャイさん浜作でどうなっちゃうんでしょうね、楽しみですねこれね、うまく盛り上がってくれたらいいなと思ったりなんかするわけでございます。そうですね、8月もちょっと行きたい場所があったりなんかするんですが、まあいろいろとどんなことになるか分かりませんが、8月大船渡実はちょっと行きたいなと思ってまして、その時に券売という券ですね、刀の券に舞うと書いて券売と読むんですが、その奉納するやつをちょっと見てみたいと、生で一回国立劇場で見たことがあるんですが、もうちょっとその生の本当の法要のところを見てみたいので、そこら辺をうまくスケジュールが作れるといいなというところで今思っているところでございます。また8月にはいろいろとが我々のやっている教室の発表会なんかもありますんでね、8月の20日か27日に下谷神社の方でちょっとやらせていただければ、前回2月
3月やった時はなんとお客さんも70人も来てしまいまして、大変にありがたかったんですけども、まあ、そんな感じでいろいろと方に来ていただいて楽しんでいただけるような会をと思っておりますのでね、ぜひぜひ皆さんこれからも、夏に向けて、応援していただければなと思っております。まあ、とりあえずまあ5月はそうですね、今週が始まったばっかりでございますから、ゴールデンウィーク過ごしてその後のまたお話もここで皆さんたくさんとできると思っておりますので、楽しみにしていただければと思います。何しろまあお酒もほどほどに、健康を考えながら次の回に向けてのお稽古もしながらという感じで、進めてまいりますので、どうかまた寄席の方もねぜひ来てください。本当に遊びに、この間も楽しく三席やらせていただきました。まあその季節に合ったものというのもまたありますし、またそれとは違うものもあったりなんかするので、お楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思っております。またここに来ていただいたマキさんたち、竹富島の方たちもまた5月に、来ていただける、東京に来てライブをするそうなんで、そこの方もちょっと応援に一日行ければなと思っています。そうですね、やっぱりそうやってもう本当に最近はもう月に4回ぐらいライブとか見てますけど、やっぱりなかなか楽しいもんで、いろんなジャンルのいろんな人のまたいろんな、パフォーマンスというものを見させていただきながらね、自分の中にもまた吸収して、また自分フィードバックして前に出せるようなことになるといいんじゃないかなと思っております。ちょっとね、今年はまた秋の方に何か大きなイベントをしてみたいなという気持ちもあるんでございますが、そんなところに、今の思いがあるというところでございまして、そんな感じですね。まあでもまあハイボールは美味しいですよ本当に。でも本当うちでね、今そのハイボールとか炭酸類を飲むのを今自分でやめておりまして、まあ随分それで、なんか量的に収まるようになった、なんかそんな飲まなくてもいい感じになりますね。なんか炭酸やっぱりどうしてもね、喉が気持ちよく飲めちゃうので、ガーッと飲んでしまうという危険なところがあります、ところもあるので、そういうんじゃなく楽しく飲めるようなお酒を、いや楽しく飲んでますけどね、じゃなくてそのしみじみ大人のお酒を飲みながらというところでございます。明日からは3連休でございます。3、4、5、憲法記念日、緑の日、子どもの日ということでございますから、皆さんどのようにお過ごしになるか分かりませんけども、楽しくお過ごしいただければと思います。私も6日の日のバーベキュー、どんなことになりますかね、泥酔いしないように気をつけながらやっていきたいと思っております。今度はまた7月の西新井の会と、また10月の会と2つまた会がありますので、ネタの方も吟味して用意しておきますので、皆様もぜひぜひお運びいただきますようよろしくお願いいたします。そんなことで、今年前半がこんな風に終わっていくんですね。やっぱりね、なんかずるずる終わっていく感じがちょっと寂しいですけども、メリハリのある感じで自分で過ごしていければなと思っております。まあ、そんなことでございまして、今日も、10時から約50分間でございますが、お楽しみいただきました今そこ放送局でございます。また来週皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それではどうもおやすみなさい。